はい。フリーランスのシステムエンジニアのゆうたです。今日はですね、アクティブディレクトリーの、で管理するユーザーを作って、クライアントのマシンでそのユーザーでログインしてみましょうというところをやってみたいと思います。はい。で、今、VMware で Windows Server 2016ですね、AD サーバーとクライアントの Windows 10を起動しています。で、リモートデスクトップで、まず AD サーバーですね、に入ります。で、アクティブディレクトリーのサーバーにログインしました。で、ユーザーを作るのはとっても簡単です。はい。サーバーマネージャーからツールのアクティブディレクトリー、ユーザーとコンピュータ。これを選んでですね。はい。で、今ここでは、説明はしないんですけれども、でもこういうディレクトリ構造、テスト .local の下に、ビルトインコンピューターズとかユーザーズっていう、はですね、コンテナっていう、なんていうんですかね、集まり、フォルダみたいのがあるんですけれども、これをですね、また、任意に切って、作って、そこにユーザーを含めることもできます。はい。とりあえず今日はそこはやりません。はい。で、最初の状態なので、ユーザーズの下に作ります。はい。ユーザーズで右クリック、新規作成のユーザーと。はい。何でもいいんですけど、ユーザー1としますか。名前だけで大丈夫ですね。ログインで。で、パスワードは、ユーザーは次回ログイン時にパスワードの変更が必要。これは、チェック外してもらって大丈夫。パスワードは何でもいいんですけど、あれですね。5文字。5文字じゃない。アルファベットだったり、記号だったり、数字だったりを組み合わせる必要があります。はい。これで完了。ユーザー1っていうユーザーが、作成されました。はい。で、このユーザーで、クライアント端末でログインしてみたいと思います。232ですね。で、テスト .local のユーザー1、パスワード。これで、クライアント端末へのリモートデスクトップをしようとしているところです。リモートログイン許可されていないため、そうですね。リモートデスクトップをするためには、特定の、セキュリティの権限を緩めるか、所属するグループ、今、ドメインユーザーなんですけれども、ドメインアドミンズっていう、アドミン、管理者権限のグループにする必要がありますと。なので、とりあえず、こっちのコンソールの方からやっていきましょう。テスト .local のユーザー1と。これで今、ログインしましたというところですね。で、ユーザーはこういうふうに、単純に、単純に、簡単に作ることができ、
ます。はい。で、まあ、この GUI の管理画面からやらずにも、例えば、ですね、DS アップだったかな。コマンド、ユーザーを作成するコマンドも用意されてたり、あと、まあ、PowerShell とかからも作ることもできます。はい。そして、まあ、なんですかね。例えば、1000人のユーザーを作るって言って、今みたいに手でやってたらすごい大変なので、まあ、これをコマンドに落とし込んで、その一斉に作るっていうのが、まあ、一般的というか、よく、その仕事場とかで使われる手法というか方法になりますね。はい。今、同時点ログインができました。まあ、コマンドプロンプト起動してみて、FUAMI と叩いてみると、まあ、テストドメインのユーザー1で、ユーザー1ですと。まあ、今ログインしているユーザーがっていうところで、ログインできていると思います。GP Result R。となると、まあ、その、なんですかね。今のログイン情報、ドメイン、なんですかね、AD、ドメインサーバーの情報も含め、とか今どこの、なんていうんだろうな、どのユーザーでログインしてるかだったりだとか、まあ、後ほど説明しようかなと思っている、どのグループポリシーが当たっているかっていうのが見れるコマンドです。うん。まあ、ここですよね。さっき作ったところ。まあ、このディレクトリ構造の位置に、作ってます。ユーザー位置っていうところで。はい。という感じですかね。はい。では、今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。